今回ね、また育毛トニックを使おうということで最新アマゾンで買ったんですけど、種類が多すぎて、まあ一般的な昔からあるタイプでいいかなと思って買ったんですね。で今花王に電話して聞いたら、これ昔のやつが出てきたんですよ。使えるのかなと思って、まあ動画撮りたいんで聞いてみようと思ったら、大体賞味期限じゃない、使用期限がですね3年ぐらいって言ってましたね。3年らしいですね。でこの番号でわかるけど、まあそこまでしなくてもいいかなと。大体3年ぐらいらしいですね。で、で無化量っていうんですかね、あの色シリーズによってまた変わるって言ってました。でこちらの方やったら、まあ匂いのあやつでだったらまあ3年ぐらいですよ。では保存の仕方にもよるっていうんですけど、まあそういう形ですね。まあ、またちょっと使ってね行きたいなと。大きい、こんな大きいのがあるんですね。でまた使って試していこうかなと思います。ありがとうございました。これ使い切りますね。